みなさんこんにちは。アンサンブル講師のやすこです。今日はスタッフのみきさんと一緒にフランスのスーパーで購入できるチーズ、それにまつわるフランス語の表現を紹介します。みきさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。これはとても素晴らしい企画ですね。では、これから早速こちらのチーズをいただきながら味や食感を紹介するフランス語表現も交えてご紹介します。ではまずチーズをいただく前にとても大切なことを言わなくてはなりません。そうですね、あ、私からですか。はい、チーズは食べる1時間前に冷蔵庫から出すととても美味しくなりますので、これ忘れないでください。これをフランス語でいきましょう。 Le fromage est meilleurS'il est sorti du réfrigérateur une heure avant de le manger. Le fromage est meilleur s'il est sorti du réfrigérateur une heure avant de le manger. Le fromage est meilleur s'il est sorti du réfrigérateur une heure avant de le manger. これね、重要な一言です。そうですね、皆さんもしね、この大事な1時間前に出す常温にしとくのを忘れると、もう香りとか風味が閉じこもっちゃってちょっと美味しさが半減しちゃうので、ぜひ出して風味も食感も存分に味わって食べてください。はい、ではこちらね、早速いきたいと思います。かなり有名だと思います。カモンベール、ここありますね。カモンベール、カモンベール、ルカモンベール、ルカモンベール。ではね、このル・ルシティックっていう名前なんですね。結構ね、これ匂いがきついんですよね。カマンベールって、うん、言葉がいらないですね。ふわふわ、メニさんちゃんとこれ1時間前に出してましたね。こう出しておくと、お見せするの忘れてました。こんなこれちょっとふわふわってなるじゃないですか。冷蔵庫を出したすぐはちょっと硬いので、このようにこの端っこね、ふわふわなのが美味しいんですよね。とってもなんかまろやかな食感ですよね、これね。はい、この香りもまた食欲をそそりますけれども、その時のフランス語の表現では、このふわふわだ、柔らかい、まろやかだという表現、セモアル、セモアル、モアルという表現をします。コンテ、コンテ、ルコンテ、ルコンテ。こちら日本語でもコンテというふうにね言われて有名だと思いますけれども、ではコンテをいただきます。いただきます。うん、おいしい。うんうんうん、これね、ここに書いてあるんですけど、アフィネ・ディモア、アフィネ・ディモアって書いてあるんですけど、これ10ヶ月熟成っていう意味ですね。美味しいですね。もうコンテ嫌いな人っていないですよね。そう、結構チーズ嫌いな人でもこれは食べれるって人いませんか。本当に美味しいで、爽やかで、しかもこれもうよく熟成されてて、本当にあの、私コンテね止められないんですよ。私も止まらないこれ気をつけなきゃいけないチーズですね、うん、私の中では食べ過ぎ注意みたいな。食べ過ぎ注意、まあでもこのコンテ本当に熟成よくされてますね。完璧です。美味しい。そんなフランス語表現いってみましょう。ではこれは程よく熟成されている、そんなフランス語をご紹介します。C'est mûr comme il faut. C'est mûr comme il faut. 完璧に熟成されてます。C'est mûr comme il faut. というふうに発音します。ぜひ掴めてみてください。では、実はさっきまで全部撮影したと思ったら、まさかのカメラがバッテリーで切れてました。バッテリーがね、あとね。60分って書いてあって余裕と思ったらね、ということなので、せっかく開けちゃったんですけど、またやります。お願いいたします。6ボールからということで、もう一回6ボールのやり直しです。
では改めまして、Roquefort、Roquefort、Le Roquefort、Le Roquefort、この有名なブルーチーズですね。実は私苦手なチーズの部類なんですけれども、今日は一緒に頑張って食べてみて。はい、2回目ですけどなんかしらじらしいですけどはい、もうさっき食べちゃったんですけど、改めましてブルーチーズって独特な香りがすると思うんですけど、うん、はあ、ブルーや、なんかこれってビオのブルーチーズで、私初めてビオのブルーチーズ食べるんですけど、すごくこのチーズの部分がクリーミーでまろやかでしつこくないので、いつものロックフォートより食べやすいかな。うん、うん、確かに私ブルーが苦手で、中でもロックフォールは苦手なんですが、これはすごくまろやか。でもやっぱこれ匂いがやっぱり結構きついなと。そうですね、それがブルーチーズ嫌いだっていう人、うん、一つの方が多いですよね。まず味が強い、うんうんうん、香りが強い、強い強いというイメージのブルーなんですけど、そんな表現をフランス語で言ってみましょう。 Le goût est corsé、 Le goût est corsé、 Le goût est corsé という表現をします。そして引き続き香りについて、ça sent fort、 ça sent fort、 ça sent fort、 ça sent fort というふうに使ってみてください。美味しかったです。ブルーチーズでした。ロックフォー。では次はこちらの2種類、2つとも実はヤギです。ヤギチーズ、こちらはねフロマージュ・ドゥ・シェーブランと言います。じゃあ一つずついきましょうか。フロマージュ・ドゥ・シェーブラン、ル・フロマージュ・ドゥ・シェーブラン、ヤギチーズです。これね、一回開けちゃって残念なんですけどねこれね、こう形がびっくりなんですよね。そう、本当はもう綺麗にラッピングしてあったんですけど、これをこのシールをねピラーッと開くと、こういう筒状のチーズになってます。で、あのまあね、切ってみて、まあ、端っこを取っとくっていうことで取っといたんですけど、改めて端っこは残して丸くして食べてみたいと思います。早速ね、中もねこうなってます。はい、ちょっと外側がクリーミーなんですけど、中がちょっとこういうフレッシュな感じになってますね。ヤギチーズ結構苦手な人もね、うん、いるんですけど、そうですね、独特な香りとちょっとパサパサした感じっていうんですかね、うん、すっごいとろけますね。なんかやっぱり真ん中ちょっとパサパサした感じはありますけど、これ冷蔵庫から出したてだともっとパサパサするんですが、うん、もうある程度やっぱり口に入れたらすぐとろけるんで、クリーミーですね。ワッとするので、やっぱね1時間前のねチーズを出しておくのはね、とっても重要なんです、うん、じゃあこれね、すごく爽やかな味がすると思うんですけど、はい、こんなチーズを食べて爽やかってなんかイメージなんかつきにくいですかね、うん、でもこの本当にふわふわのところ、これは爽やかな味がするという表現です。 C'est rafraîchissant、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  Yes、あ、イエス、ウィなんでやねんということで、フレッシュなヤギチーズの紹介でした。では2つ目のヤギチーズです。 Encore fromage de chèvre、 Le fromage de chèvre、 これはさっきのよりちょっとやっぱりちょっと硬い感じ。これさっき開けちゃったんだけど、開けやすくていいみたいな、一個切っちゃったんだけど本当は丸なんですけど、一回切っちゃったけどもう一回切ります。これもヤギの匂いがしますね。やっぱね、いろんな種類ありますけど、やっぱヤギは爽やかで、うんうんうん、なんか
あの牛のチーズよりなんかもたつかない、もたれない。ああ、そうですね、ものによってそうかもしれないですね、フレッシュな、うん、うん、でもこっちの方がどっちかっていうとさっきのフレッシュなのに比べてちょっと酸味が、そうですね、酸味が強い。ではこのチーズ、これは酸味が強いという表現をしてみましょう。 C'est assez aigre.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  酸味が強いという表現です、ね、チーズボキャブラリーには必要なことですね。そうですね、ぜひ使ってみてください。ではこっちからいきましょう。プレジドン来ました。プレジドン印、なんかフランスの雪印みたいなもんですかね、うん、なんか有名なブランドですよね。そうですね、王道ですね。王道です。ザチーズバターもありますね。うん、このエメンタルというチーズです。フランス語ではエマンタル、エマンタル、エマンタル、レマンタル、レマンタル。こちらパッケージに入ってるので分かりにくいんですけど、はい、ネズミさん大好きみたいなね、トムとジェリーに出てくるようなチーズなんですけれども、はい、これは四角に切ってあるだけで本来はものすごく巨大なチーズで、まあ、切り分けられて売ってるんですね。でこのエメンタルチーズの独特のこの穴開きなんですけど、この穴開きはわざと作ってるわけではなく製造過程で自然にできるものだそうです。ではこちらも早速食べてみましょう。うん、なんというか癖がない、もう老若男女大好きですよねこれはね。うんうんうん、子供もすごくよく食べるチーズですし、なんていうのかな、いろんなものに合いやすい。そうですね、引き立てるかもしれないですね、素材の味を。このこれだけでもう美味しいですけど、なんか相性がいいものですよね。うんうんうん、なんかこう邪魔しない感じのチーズ、うんうんうん、これよく網なんていうんですかね、ハペ、あー、はいはい、パスタの、そう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 、パスタにかけるチーズ、とろ溶けるチーズですね、によく使われたりするチーズです。フランス人の食生活に欠かせないやつですね。そうですね、あしかもこれ 30% 塩分控えめらしいです。やっぱりフランスの牛乳使ってますっていうマークがあるから、なんか、うん、やっぱ特別なんでしょうね、メイドインフランス、ね、やっぱり、まあ、日本でも国産だとなんか安心するというか、そういう感じでしょうか。エモンタルでした。引き続きこちらのかわいいチーズ、これもね、あっ開けちゃったんだけどね、この桜のようなかわいいお花の形がね、そう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 、かわいいなって言われるスーパーでどこでも買えるサンタルブレーというチーズです。これも開けてみたいと思います。結構これが好きっていうフランス人、私見たことというかお会いしたことありますね。すごくまあ柔らかいし食べやすいし、私もすごく好きです。これさっきの食べたんですけど、この可愛らしい、これね、もともとの歴史ある形なんですよ、うん、今流行りで作ったんじゃないです。私こういうねクリーム大好きなんです。すごい爽やかですね。うん、美味しい、クリーミー、うん、パンつけて食べたい。見た目と裏腹ですよね、本当ね、うん、味がね、やっぱりなんかどうしてもこの蛍光オレンジ、うん、ちょっとこの激しそうな味がちょっとこうドキッとしますけれども、とってもまろやかでとっても食べやすいチーズ、サンタルブレーです。では最後はね、これもね、え、チーズっていう感じなんですけど、なんて説明したいですかね。アペリティフの、そうそうそう、アペリティフによく出てくるチーズなんですけど、もともとこのクリーム開けてる、中でビリッと開けるんですけど、ここで中がこのクリーム状になってるチーズなんですね。そしてここでこの写真でもご覧になってわかるかな、アイユエフィンゼーブって書いてありますね。このハーブとニンニクが入っているというふうに書いてあります。まさしくそんな感じで、大変いい香りが漂うチーズです。うん、こういうのなんかパン、薄切りのパンとかクラッカーに
ちょっと乗せるとこれだけでアペリティフの出来上がりで、シグレットいっぱい入ってますね。うん、これちょっとこれ香りがなんかすごいいいですね。食欲をそそる感じですね。本当にやっぱり香りですごく食欲をそそるのでアペリティフにはいいチーズですけれども、この香りは食欲をそそる、そんな表現。L'odeur nous donne envie de manger. 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 Oui. très bon. フランスのチーズ、とっても美味しかったですね。チーズの表現もぜひ使ってみてくださいね。みきさんもありがとうございました。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。2回分2回ではアビアントオーバー。次回のレッスンでお会いしましょう。